先ほどありました、花見月に続けてですね、スペインの東京をイメージした個性というところをお届けしました。続いてのところはですね、雨をテーマにですね、ちょっとお話ししたいと思います。雨と一言に言う人も、しとしとと降る雨もあれば、おしゃべりもあったり、いろんな雨があると思うんですが、それを見る私たちの方にちょっと見え方、感じ方というのが違ってくるんじゃないかなと思いますね。今日みたいに本当こう、晴れていると気持ちいいなと思う。